ロボトノ様だよ、はい、今回はダーレン・アロノフスキー監督のヒューマンドラマ映画を2作紹介するよ。1作目はレスラーミッキー・ロークがダメ親父なんだけど渋いんだよな。マリサとメイにアプローチするんだけど不器用なんだよ。でもいい人だからピークは過ぎたけど人気のレスラーなんだ。そして試合のシーンは臨場感がすごいよ。2作目はザ・ホエール、ブレンダン・フレイザーがアカデミー賞を取るだけの見事な演技をしてた。過食してしまうシーンは壮絶で見てるのが辛くなっちゃうんだ。ポンちゃんもセイリーシンクもいい演技してたな。ラストシーンからエンドロールまでの音楽は観客を泣かせに来てた。てなわけでダーレン・アロノフスキー監督のヒューマンドラマ映画を2作紹介したよ。人気が落ちていたミッキー・ロークとブレンダン・フレイザーを復活させちゃうんだからすごいよね。ロボトノ様も何度でも立ち上がるぞ。この動画面白かったなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。応援してね。